あ、これまだ売ってるんですか。何が今日まで。今日まで持ちも、持ちもなくなり次第終わり。今日まで、今日までとかなくなり次第持ちは終わりです。おいっす。ちょっとさ、ごたごたしとるからあんまり喋れんよ。はい、すぐしょ。ちょっとあれして、なくしたから今日誰が条件の裏返りもらうとありがたい。これどういうイベントですか、今日は。今日のイベントですか、はい、今日はお茶会です。お茶会、はい、直井茶会っていうお茶会になります。あの第60回目の第60回、はい、60回を記念するお茶会なんですけれども、本来で言うと2000人ぐらい毎年お越しいただけるんですけど、はい、まあ、今年はコロナ禍であって、まあ、500人に人数を絞って開催してるんですけれども、はい、まあ、これも家元とか松尾龍さんがあの中心にやっていただいてるので、まあ、その方たちのご協力のもと開催にこぎついたっていう感じなんですけれども、はい、じゃあこの今こう直井殿の中にいっぱいいらっしゃるんですけど、はい、みんな学校教育で、はい、大学で教えておられる先生もおられるので、その生徒さんにお手伝いいただいたりとか、はい、まあ、あのお茶に携わってる方以外にもそうやってこういう巫女さんの格好をしたいっていう方が、はい、一応お手伝いできてはいただいてますけど。なるほどなるほど。でも女性版直井神事、そうですね、あの直井神事自体が、はい、まあ、男の祭りで、はい、まあ、基本的には、お子さんとか女性の方っていうのは、はい、なかなか神社の方にお参りすることもできないので、裸男に直井布を託して神社の方に納めてもらうっていうお祭りが直井神事ですけれども、はいはい、まあ、この直井茶会は、まあ、その直井神事の最終、もう一番最後を締めくくるあの行事になりますので、まあ、女性とかお子さんがあの神社の方にお参りに来られるきっかけに、はい、なる茶会っていうことで、まあ、尾張の文化であのお茶の文化がありますので、はい、それで、まあ、こういうことが始まったんじゃないかなと思いますので、今日はどちらかというと女性の方が中心な感じの、はい、お祭りなのかなっていうふうに思いますね。最後の本当に一番最後の締めくくり、そうですね、ですよね、はい、今日でようやく今年の直井神事が終わるっていう、終わると、はい、ちょっと今日は教えして角ちゃんにいろいろお伺いしたいと思います、はい、一緒に回してください。よろしくお願いします。お願いします。準備中ですね。準備中ですか、はい、あのあちらで今待たれてるんですけど、お待ち中ですね、はい、でその前に皆さんお参りをしていただいて、はい、で待って今からちょうど入る状況かな、1回目が始まるような感じで、松尾流っていうのは、まあ、皆さんあのお茶っていえば表千家とか裏千家とか、はい、まあ、ご存知の方はたくさんおられると思うんですけど、はい、松尾流っていうのは名古屋を中心に、はい、あの広まったお茶の流派みたいで、でまあ、ここは尾張なので、はい、お茶室とかもありますけれども、基本ここは松尾流さんとの、交流が深かったっていうので、そういうお茶室に関しても松尾流さんが何らか携わってるっていうことなので、うんうん、まあ、直井茶会に関してはあの常に松尾流さんがご担当いただいて開催をしてるっていう、うん、本来2000人ぐらい来られると、はい、やはりもう館内もう満杯になりますので、はい、この拝殿の中で、ロープをつけてぐるぐる、ま、巡って座っていただいて、ういう、はい、っていうのが、はい、例年通りなんですけど、今年はもう全然人数が少ないので、はい、まあ、普通に座る感じで、ほぼほぼもう空いてますもんね。こう見ると皆さん着物の方がいつもよりも7割増しぐらいで、他流派の方ももちろんたくさん来られてるので、うん、まあ、もちろん松尾流さんがかなり多くの方が来ていただいてますけれども、まあ、松尾流さん以外の一般の方でもお茶全然関係ないっていう、はい、来たことないっていう方でも、いろんなことを見られて、うん、はい、一回ちょっと来てみたいっていうので来られる方も結構たくさんおられるので、一回来られるとリピーターみたいな感じで毎年来てみようっていう感じの方も結構多いですね。まあ、その理由としては、はい、実はこのお茶の時に、はい、菓子器って言ってお菓子が乗ってる、はい、器があるんですけど、それが絵馬なんですよ。でその絵馬に絵刀の焼印を押して、はい、でそれを皆さんお持ち帰りいただけるので、はい、それを十二支集めようとして一回来ると、はい、12年間集めたいと思う方は来られてますね。ああ、なるほどなるほど。でまたその焼印の絵馬のイラストを、はいはい、宮司さんの、はい、
あの親戚の方に今依頼して、はい、それを推してるので、結構あのどこにでもあるような感じではないので。うん、あれでも逆に今年500人しか来てないってことは、そうなんですよ。レアなんです。手に入らない。2周目回らないといけないってことですね。まあそういうことですよね。厳しいですね。はい。だから今年当日券が争奪戦になって問い合わせとかも結構多かったんですけども、ですよね、はい。朝も早くから並ばれてましたし、まあこういうお茶会の時には結構あの若い方から年配の方まで、はい、あのもちろん男性の方も来られるので、はい、着物姿っていうのはよく私たちは見ますけれども、はい、普段なかなか最近は見ないので。そうですね。もうすでに2年分ぐらいの。ですよね。もうすでに2年分は見たかなという。基調はついてますけれども、はい、まあ、あの、ようやく戻った感じですね。ほう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 。あの仮設がほとんど全部取り壊されましたので、はい、まだあの、お持ち置いてたところとかはまだ残ってますけど、はいはい、もう直井殿付近は仮設はもう取り除かれてますし、まあ、ほぼほぼ拝殿の前のところの仮設も取り除かれてます、はい。なるほどですね。普段着の方もいらっしゃるんですか。そうです、そうです。あの別にあの服装自体は自由ですので、はいはい、特にあの高野宮のお茶会自体は、はい、まあ、月釜とかあの毎月行ったりしてますけれども、はい、月釜って何ですか。人数を少なくしてこういう大きなお茶会ではなくて、各流派の先生が釜をかけていただいて、毎月あの何月何月何月って担当を決めていただきながら、あのお茶会を行ってるんですけれども、そういう時にもやはりお茶に触れてない人でも気軽に来ていただいて、あのお茶の作法を全く知らなくてもあの楽しんでいただくっていうのが神社の一番 の, あの目的ではあるので、飛び入りでもあの当日券さえ購入していただければ、あの入っていただけるようにしてますけど、ね、なるほど、はあ、あれですか、ご兄弟ですか。兄弟見えませんか。これなんでひらがななんですか。漢字で書くと読めないから。なるほど、シンプルですね。本当ですかね。適当なこと言ってます。でも昔からひらがなで、はい、直井裸祭りの裸はひらがなですから、やっぱりあの、はい、誰にでも分かるようにってことじゃないですか。月釜の場合は当日券1000円です。月釜は1000円。1000円です、はい。さあ、こんな感じでございます。で、受付を済ませて中に入っていく、はい、そうです。ここから神社の中に入っていきます。中に入っていきます、はい。本来は靴をと荷物をここで預かってもらうんですけど、はい、今年はコロナの対策で、はい、あの各自で靴と荷物は持って上がっていただくっていうふうにしてます。もうがっつりつってますね、やっぱり片山さん。片山さんです、よろしくお願いします。招待客だらけだと思ってました。いや、ではないです。で、まあ、今年はちょっと順路が違うので、はい、このような感じで、これが神社の中で、まあ、ルートがこう書いてありますと、直井茶会、はい、でこちらの方へ、はい、こちらが献花席。献花席、献花って何ですか。まあ、あのお花の席です。 お花の席、はい、お花を見ていただく席っていう流派は池の坊さん、めちゃくちゃ有名です、ね、そうか、お花の流派。これはまた茶名とお花で、はい、あの先生名前変えられてる方もおられるので。茶名とお花、はい、どういうことですか。あのお茶もやりますし、まあ、お茶の名前とか、あの、まあ、皆さん千利休っていう、はい、まあ、あの偉大なお茶 の,、はい、あの方は知ってると思いますけど、皆さんそこで、はい、あの一時もらってとか、そういうなんでお茶名つけられていく方が多いので、であの宗教の宗で宗っていう字を結構お茶の先生皆さん使われるんですけれども、はい、でそれ以外でそのお花の時はまた別のお名前を使われてっていう、もちろん同じお名前の方もおられますけど、入ってるような多いですね。は、本当ですね。本業でやられてる方ももちろんおられますけど、はい、お茶とお花はセットで勉強されてらっしゃる先生が多いんですか。そうですね、あのやはりそのお茶席する場合にお花もあの飾ってっていうことが多いので、はい、あの一緒にされてる方多いですけど、まあ、別々の方ももちろんおられますし、はい、あの松尾流の家元が、はい、あの書かれた
掛け軸になります。これ南山樹っていうの、はい、こういう花を見たら角さんどういう気分なんですか。どういう気分なんですか。いやーすごいなと、いろんな生き方があるんだなっていう。あ、お花はこの時だけですね。あの今日だけ。そうですね、今日だけですね。そうですね、直江茶会でこうやってあのお花飾ってとか、例えばこの神社と関係なくて、はい、植木祭りとか、はい、そういう時にお花あの展示されてっていうのは坂道の方がやられてるので、はい、坂道っていうあのお茶とかお花とかやられてる団体がありますので、はい、そこの方が中心にあの境内とかでお花を飾ってもらったりとか、例えばあの皆さん来られた時に気づかれてるか分かりませんけれども、お正月とか、はい、あの直井神事の時に、はい、あのところどころにこのような感じでお花を生けてあったと思うんですけど、あの、はい、まあ、その時はその稲沢の坂道の方々が生けられてるんですけれども、あの松尾スペシャルってことですね、はい、そうです。本当胸っていう字は、ああそうなんです、本当に胸っていう字は、ああ読み方はそうっていうふうに読むのが多いんですけど、でこのような感じでお花を楽しんでいただいて、はい、で茶席の方へ行くという感じで、こちらで今から拝殿の方上がっていただくので、はい、あのお祓いの方を受けていただく場所になります、はい、ちょっと今お祓い中なので待ってください、はい、通常のご祈祷もやってらっしゃるんですね。はい、通常のご祈祷は祈祷殿で行っているので、はい、ここ外の方、あ、はい、ここでお祓いを受けてください。お直りください。それではこれよりお茶席の方へお進みいただきます。これより先ご神前でございます。お茶席の上お参りをいただいた後にお茶席の方へお進みいただきます。それではご神前までお願いします。終わった後にお参りをしていただいて、はい、で待合の方に進んでもらうっていう感じですね。多い時はここでロープで張って、ディズニーランドみたいにぐる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 迷路みたいになって、こういうことですか、ああでやらないと入りきれんかったんですけど、まあ、今日は少ないのでこうやって、はい、だからそれに応じて、まあ、ここで待つ時間があの多い時間帯もありましたけど、特にあの11時ぐらいからはすごい混み合ってて、あの本当ここでずっと待ってもらわなければいけないっていう状態が結構あって、ここ最近はそんなに長く待ってもらう必要はなくなってきてるんですけれども、朝2ぐらいで来るとえらいことになってえらいことになりますね。そうですね、現れるぐらい人気のあるお茶会、直井殿のお茶室バージョンなんです。そうです。というといつもの直井殿とはまた全然趣が違うような。そうですね、あの見てもらうと分かるんですけど、いろいろ秘蔵品が盛りだくさんになってます。盛りだくさんに、はい。新鮮がいつもとなんか違うような感じがしないでもないんですが、そんなことないですか。あのいつもより増えてます。お米、はい、お酒、はい、お塩、お水だけのお供えなんですけれども、今日は直井茶会という、まあ、お祭りでもありますし、はい、あの
神様に対してお供えはそこにお野菜とか、はい、で直江殿の正面のところにはあそこにお酒、はい、おにぎつぼが、はい、ちょっと特殊な形をしたものがお供えお鉄書と言ってお鉄書はい鉄書書役が裸祭りの時にずっと振ってる大きな榊、はいまあ、今年で言えば行列を組んだ際に鉄書書役が持ってた、はい、その榊が備わってます。だから近くで見ることができます。おこんなに大きい榊なんだっていうこの先にあるんですね。それはそれは必見ですね。でもう一つありまして、はい、このお茶会特殊なお茶会で、はい、本来お茶碗だけなんですけど、はい、天目台といってお茶碗の人に台がついてるんです、はい、だから通常のお茶習ってる人でもなかなか体験できないお茶会で初めての方はこれどうやって飲んだらいいんだろうってちょっととどまう感じがあるかもしれません。お茶碗だけを持ち上げるのか、はい、天目台とお茶碗両方持ち上げるのかとか皆さんどうやって飲まれてるか見てもらうのも楽しいかもしれません。それはちょっとぜひ、まあ、どういう作法が正しいのか私もお茶にそんなに詳しくないので本来はその天目台とお茶を持ち上げて、まあ、飲むらしいんですけれども本来は、はい、でもその辺も本来も合ってるのかどうかも流派によっても違うと思いますので分かりませんけれども、はいはい、お茶習われてる方はもちろんご存知かと思うんですけど、はい、お茶碗を自分の飲み口を外して飲むっていうのもありますし流派によってはその泡立ての違いとかもいろいろ細かいことはたくさんあるみたいなので、はいまあ、お茶を、ね、知られてる方はいろんな違いが分かるのかなと思いますがその台がついてるってどういうことっていうそれも全員にっていうそれ今回だけなんですか。いや毎回です。この直江茶会だけ特殊なんですよ。うちのお茶会でも天目台に載せてっていうのは本当に賢者祭で神様にお供えするときはそういう天目台っていうのを使ってお供えするんですけれどもそう一般的に人に出すときに使ってるっていうのはなかなかないんじゃないかなって思うんですけど大体一席が、はい、30分から45分ぐらいが一席になってくると思いますので人数が多ければ多いだけやはりそのお運びがありますので、まあ、時間がかかるかなって。お出前自体は、まあ、2,30 分それでもかかってくるのでお茶席は30分ぐらいは必ずかかるんじゃないかなと思いますけどね。お出前とかお話とかあとは軸とかお花とか全部見て楽しむっていう時間になってくるのでそんなにすぐにパッと行ってパッと終わるっていう感じではないと思います。あ、なるほど。はい、本来はこの列がずーっとなんですよ。ひっきりなし。ずーっとひっきりなしだった。もう須藤さんは何年ぐらい？直江茶会歴は？直江茶会歴はこの茶会の担当になって入った年にもうお茶会担当に片山さんと一緒になってるので今年で何年目だ？18年目かな。だから17年はやってると思います。すげえですね。はい。天目台をどうするか。に一フォーカスをして撮るとどうすねこれみたいなみんな隣を見ながらこうってなってる姿は見えますか。多分ここで終わりますか、はい、じゃあ次の席、はい、ここで言わんけどでちょっとでも早めにやるとお騒がせしましたごめん行ってくるごめんここで、はい、その仁保さんの格好してもらった方がお菓子とお茶を用意されて、はい、お運びをしていって今もだと今でコロナの関係でお菓子もそれぞれ蓋をつけてやってますが本来はお菓子だけが絵馬に載ってる状態なんですけれども、はいまあ、対策はされてるっていう感じです。あれが天目台です。あの上にお茶碗が乗って皆さんのところに運ぶのです。普段はない。普段はないですね。なんか松尾流の関係の方か、まあ、娘さんとかそういうお手伝いをしてもらってると思うので、はい、
皆さんが綺麗に並んでらっしゃいますね。本当だって聞こえようと思った。今お茶をシャボン回ってるんですけど、中見てもらって大切
片付けて、で完全に片付ける前にそのお茶碗を見てみる。Thank you.
に続けると一人で。この先は先生ぐらいで全員が一旦パッと寄られて次の先生がまた見に行ってと。先生はその時のお客さんで回しながら回しながら準備なんで、前から見た先生がちょっと場合もあるし、もうまた関係ないから場合もあるし、その時は違う、チキンのまとまだもう人数少ないので大体決まるんで、はい、入ったけど、今日は富士山の場合があるから商品に行ってみたいと思ってたんです。ありがとうございました。これで一応お席が終わるという感じで、開けてはいけないっていうので皮膚って言ってます。いつもよりも、あ、なんかでかい、でかいですね。ああ、お茶会の時だけの専用のものです。年に1回。そうです。で、これが杉本健一が描いた裸祭りの、はい、あの絵になってますけど、あのうちで扇子で作ってやってますけど、それの現場です。これまたこの時だけ。そうですね、この時だけ出してます。で、もちろんこのお道具に関しても直江茶会の時だけできたんですけど、はい、この窯見てもらうと、はい、裸の男がいるんですが、あ、本当ですね。窯はこういう風に、ああ、これが1セットです。そうですね、今の絵見ます、はい。これは今年のイラストになります。例年違うんですよね。はい、その年の干支で描いてもらってるので、実は、あ、本当ですね、よく見ると牛って描いてあるんですよ。本当だ。絵馬型の菓子器、お持ち帰りいただいて、はい、保管されるというか、はい、そうですね、飾られる。でお茶やられてる方は結構来られるので、はい、あのこれにお菓子置いて、はい、自分たちがやられるときに使われてる方も多いですし。ついてるんですか。あ、網もいてるじゃないですか。そうそう、ここに載せるんです。僕これが器だと思ってました。あ、違う本来はお茶碗だけなんですけど、はい、これに載せる天幕台。天幕台ですね。一般の人は入れないお席になるんですけれども、この直江茶会の時に家元があのお茶席を実はされてまして、でその方は、まあ、あの神社の関係の方とか松尾流の何らかの、招待された方だけ、まあ、数名しか入れないっていうお茶席があるんですけど、まあ、そちらの方ご案内します。ありがとうございます。わかりました。まだお見えになるね。わかりました。じゃあ、また後ほどお下がりをします。はい。村井先生が招待された。どういう構造上がお招待されたのかちょっとわかんないけど、神社が神社の代表の感じ、代表の方にお話ししてるんで、三笑亭というこちらの方でお茶もしていただいて、こちらは本当にお道具の見学だけしてもらうっていう感じなんですけど、この繁昌庵という建物ですけど、稲沢市の指定文化財になってまして、はい、あのこれも直江茶会の時にしか開けない建物なので、はい、何年前に建てられた。江戸時代に移築されてるんだと思うんですけど、建設は元禄末って書いてあるので、三笑亭ばかりですか。三笑亭、通常の月釜は三笑亭で、この隣が三笑亭という建物。通常三笑亭が使いやすさというか利便性が三笑亭が高いので三笑亭がほとんどなんですけれども、はい、春の茶会の時にだけ観賞亭は使うことがあるんです。だから観賞亭も今年に1回しか使わないし、でこの繁昌庵に関しては本当に直江茶会の時しか入れないです。本当にお名前がどんどん増えてね。そうですね。
天正亭。それも松尾流の建築屋さんで、あのこの直茶会の時にあの準備で入られる際にもろもろ修繕もされてて、まあ、あの青竹に変わってるところ見てもらうと、はい、あれも今年直されてるから、はい、そんな感じですね。これもこれもですよね。これもそうですね。なんて言われたら呼ばせないです。呼びます。でそういうのも見てもわからへんもんで、石州の方が今日の大軸はどういう意味合いでとか何で書いてあるんですかっていうのと、その石の代表の方が今日の大軸はこういう方がこういう内容で書かれてますとか、お花は今日はそれにちなんでのこういう理由のあるお花ですとかいう説明をされる。一応用意されてる人はいないですけれども、前の竹内クイズさんはこうやって吸ってみたことあるけどっていういいのかしらと思いながら被ってますね。被ってるね。竹内さんはお伺い餅のお餅が入ったお汁粉を召し上がってもらって、で、半生って言ってちょっと東よりもちょっと柔らかめのお菓子とともにお茶が出てきます。絵馬のついた、それは絵馬ついてないです。ここはまた別なので、別空間です。はい。直井茶会を今撮影させていただきまして、はい、ありがとうございます。いいえ、どう、はい、特別招待席も入った？一応入らせてもらいまして。本当、はい、反射腕と反射腕も入った。直井茶会年一なんですかね。そうです。毎年裸祭り終わった後の、はい、あの次の日曜日かその次の日曜日で行われてます。あ、まあそうですね。でもなかなかの反射腕は入れないので、はい、本当にあそこはレアですね。レアケース。ああ家元自らやられてるので、あの家元があのお手間をしていただいてるっていうことなので、まあ、家元がこうやってお越しいただいて、はい、あのお手間をしていただくっていうのはやはりこの神宮と松尾流さんが縁が深いからあのやっていただけることだと思ってますので、今回は松尾流さんがもう中心で、はい、松尾さんオンリーですので。でも毎月の月釜に関しては、はい、毎月の月釜は表千家、裏千家、松尾流のこの三流派で分担をしていただいて、はい、それぞれご担当いただいてます。それはホームページとか見れば分かる。そうですね。ただ今年はまだコロナ禍でありますので、はい、なかなかお茶会自体が開催できるかっていうのは今後ちょっとまだ分かんない状態になってますけれども、はい、まあ今日は直茶会がこうやって開催されたことは本当に良かったなっていう、はい、皆さんのご協力の上にできたことだと思いますけれども、で今日をもって今年の直井新司一年流れが無事終了ということで、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。以上あの教えてつのちゃん直井茶会バージョンでございました。ありがとうございました。